フリカ東部ソマリアの首都モガディシオで29日、2回の大きな爆発が起き、これまでに少なくとも市民など100人が死亡し、300人が怪我をしました。ソマリア政府はイスラム過激派組織によるテロ行為だと見ています。続きを読む。ソマリアの首都モガディシオにある行政機関が集まる地区で29日、教育省の前に止まっていた車が爆発し、さらにその後、怪我人などの救助に集まった人たちを狙ってもう1回爆発が起きました。ロイター通信などによりますと、2回の爆発でこれまでに少なくとも市民など100人が死亡し、300人が怪我をしたということです。ソマリア政府はイスラム過激派組織、アッシャバーブによるテロ行為だと見ています。この過激派組織はたびたび政府機関やホテルなどを狙ってテロを繰り返してきました。この日も大統領や閣僚などが首都でテロ対策の強化について話し合う会合が行われていました。今回爆発が起きた現場では、5年前にも爆発物を積んだトラックによるテロで500人以上が死亡していて、繰り返されるテロや襲撃によって治安の悪化が続いています。